こんにちは、アムです。カリスマ青銅騎士福引き、なんと推し色の福引きが来ているので、ちょっとリリースを寝すぎてしまったんですが、引いていきたいと思います。では10連まずお願いします。推し色がね、実はスーパースターがね、一番ね、ちょっと推し色でなんかできればね、あっとこれは外れですね。できればね、4人揃えてね、なんかちょっと面白いパーティーとか組みたいなって思えるぐらい、攻撃をした時とかアクションした時にプラスの効果がね、ついたりバフがかかったりっていう、その面白い効果があるので、お、虹が来ました。気に入って使っているんですが、なんかね、ちょっとそういうドラクエ10もやってるんですけど、ドラクエ10とかでも旅芸人、そういうちょっと面白色みたいなのがね、もともと好きで、スーパースターザ推し色だったりします。うわー、ここはまず20連ですね。そんな感じでね、今回の推し色の、お、にじる装備はね、ちょっと出遅れてしまったんですが、ぜひゲットしたいということで、福引きのね、この動画をね、撮れるタイミングをね、待っておりました。そうそう、動画ね、撮れるタイミングまで我慢しようと思って、福引きは来てたんですけど、のね、すぐには引かずに、そうね、石をね、貯めておりました。今回、10回いけるかな？100連ね。えい！来たー！正盾騎士の大盾来ました。これは、盾、久しぶりの盾だ。受け流しの構え。こうね、メガモンスターのところで使えそうな。これ、守りの盾だとね、ビッグシールドじゃなくて、守りの盾だと一番良かったんですが、このね、受け流しの構え、ビッグシールドの、この組み合わせも使えそうですね。盾は結構ね、いろんな、こう、組み合わせで使えますからね。よし、じゃあ、どんどん行くぞ。40連、この調子で、虹を、お願いします。虹を、お願いします。ああ、物欲センサーなるものがね、ちょっと、推し色だからって気合を握りすぎると入ってしまっているんでしょうか。50連目、流れた、流れ星お願いします。よいしょ、来た。虹あの撮影がね途切れましたけど、虹はい、そうね、動画のね、都合はご了承ください。さあ、ちょっとね、スマホの、おっと、ゴシックパラソル。電池のね、切れないうちに、引いてしまいたい。ということで、どんどん行きます。60連目。お願いします。ワクワク。確定確定ですね、ここは。確定。はい。確定が1個。最後の最後にあります。4人ね、スーパースターでというところはね、どういう感じで、面白くね、使えるのか。まだね、マックスでね、育てきれてないという未知の領域ではあるんですけど、やりたい、やりたい組み合わせですよね。よし、虹、あ、ダメか。大きい魔術シローブした。では、70連目です。いや、武器なり行こう。装備なり、まだスーパースターの出てない、何も出てない。あれー、パラディンだしね、盾のあれは。ぜひこのラスト30連で70連目、あれ80連目、もう何回引いたかわからなくなってきます。なんだって最近ガチャそんなに引いてるわけじゃないんだけどな、と。では、90連目。こっから巻き返すぞ。巻き返しが、お、流れ星。さあ、お願いします。お、2個来た。巻き返し来るか。もう武器とか出ちゃえばね。うわーっとかぶった。
これはこう合成させずに、ね、とつらずにこうそれぞれで持たせるみたいな感じがいいかな。お願いします。うわあれーオーケーのレイピアあんまり出ないんですけどね。100連目いきますか。うわーこれはピックアップなんでちょっと縦じゃないやつ今度こそ。やっとスラミチお願いお願い、スラミチ1個、この1個に全てをかける。全てをかける。お願いします、お願いします。どうかこの物欲がダメなのかな。どうか私のところに試食の装備をください。物欲を出しすぎるのがいけない気もしますけどね。じゃん、カリスマ青銅騎士の服が来たわあ、上来ました。今のメガモンに対応している感じの装備ですね。スーパースターとレンジャーに対して有利が取れる装備っていうことで、今回ドルマゲスがね青の心だったりするので、その辺との相性なんですかね。40連いけますね。引いちゃえ。引いちゃえ。ここまで来たらね、ちょっと上以外もゲットしない。あ、ここに来て巻き返しが、これはピックアップ確定。持ってないやつお願いしますよ。まだ来てないやつお願いします。この10連を過ぎたあたりから前半の巻き返しが測れるか。あーどうだ、どう来た、カリスマ青銅騎士の髪留め頭装備きた。これは服的にカリスマ度がアップする感じの一つ結びの、ね、ポニーテール的な、上とそんなに変わらない感じですね。ふぅふぅ、ではこのまま120年目そわそわ引きたいと思った装備のために、おっとこれはね溜めておいたものをちょっとここで使いたいと思います。スーパースターのね装備欲しいからね。じゃん、あでは石が足りないのでラスト。お願い、140連目。うー、スラビチは来ない。スラビチは来ないけど虹来た。これでお願いします。じゃーん。お願いします。武器来い武器来い。でも下がね揃ってもコンプリートですけどね。とりあえずピックアップを取らなければ、じゃん、内事のやりたーい。ということで確定の方に最後の最後にやってきましたね。優勝だけだったのでちょっとだけ石をね買い足しまして、最後のこちら挑みたいと思います。いや、なんだかんだねこの今回引いた石はね全部貯めていたやつなので、優勝のねあの石ではなく無償のやつでね、こうゲーム内でゲットできるやつでずっと引いてたわけなんですが、そのぐらいね最近ガチャはねちょっと欲しい時のために我慢していたわけですよ。さあ最後のこの150連目でピックアップが何が来てくれるのか。確定だからね。まず一つ目、ラーミア。ラーミアそういうこともあるのか。なんとラーミアの羽衣を上持ってないやつ来ました。さあラスト、じゃん、内陣の槍。ということで、うんと、まあ、頭と体、上の装備、あと盾を2個ゲットしたので、まあまあね、ゲットはできたんですけど、なんかちょっとね、ピックアップの出が少なかったような気もします。最後までご視聴ありがとうございました。面白かったよっていう方は、ぜひチャンネル登録、高評価、
コメントなどよろしくお願いします。自由に入ってちょっとお出かけしにくくなりましたが、楽しんでいきましょう。また次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。